一昨日付けで不起訴処分となったのはいずれもベトナム国籍で静岡市駿河区の建設作業員の男性と住所不定、無職の男性です2人は1月合成麻薬 MDMA 合わせて4007末端価格でおよそ2000万円相当を販売する目的でドイツから密輸した疑いで逮捕・送検されていました。静岡地検は、 不起訴の理由を明らかにしていません。